アバターチェンジ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、アバタロー戦隊ドンブラザーズデラックス、ドンブラスターとドンブラバックルです。はい、ついに46番目のスーパー戦隊のアバタロー戦隊ドンブラザーズが放送開始になりましたので、メインアイテムのドンブラスターとバックル開けましょう。そしてパッケージからしてなかなかのお祭り感、プラスゴーカイジャー以降限定とはいえ先輩選手の変身音が発動&センターギアも読み込み可能っていう超絶有能変身銃。ドンブラバックルは見ての通り去年の前回バックルとほぼ形状が同じなんだけど、こっちに変身アバタロギアの4枚が付属するんですよね。サルブラザー、オニシスター、犬ブラザー、キジブラザー、こちらも買わないと5人分の変身音が聞けないっていう悩ましいセンターギアの分かれ方。こっちにはアバタローギア、ゼンカイジャーとドン・モモタロウ。まずドンブラスターのパッケージはこのように変身音が鳴るゴーカイジャー以降のレッドがいて、全てのギアを読み込み100種類以上のサウンドが発動。詳しくはスマホで動画をチェックでいろんなギアと連動しますよっていうのが表記されてますね。バックルの方はこっちも同じように5人が映ってて、先輩たちも5つ、ドンブラザーズの面々はみんな使用しますからね。ムッキムキ、鬼に金棒、ワンダフル、トリッキーで専用音声それぞれちゃんとなるんですよね。ではリピートしましょう。ちなみにこれ読み込むと取扱説明書に飛ぶのとバンマリの動画も貼ってある。一応先行レビューで軽く紹介はさせていただきましたから、今回は5人分の変身を一気に鳴らしたい。ただ第1話ではまさかのちゃんとアバターチェンジが流れたのはキジブラザーのみでしたね。ドンモモタロウは変身済みだったし、イエローは強制変身だったし、バックルに関しては完全に前回バックルから継承しておりますので、正面がメッキで6枚収納とかも全く変わってませんね。一応前側のパーツのみ新規、あとはもうおなじみのですが LR で文字位置合わせつつ裏側でロックね。そしてベルトをループで押さえてあげれば完成と。はい、それぞれ中身はこうなってて、ドンブラスターの方にはドンブラスター本体とアバタロギアが2枚で、ゼンカイジャーとドンモモタロウ、ドンブラバックルはドンブラバックル本体とアバタロギアが4枚で、犬、猿、キジ、鬼。今回モモタロウモチーフなのにお供の猿、キジ、犬以外にいきなり鬼がいるのすごいですよね。まず先にバックルを見ますが、もうこれは前回バックルと本当何ら変わらず、 V マークから桃に変わってて、ただ正面のラインの入り方とかは変わってますし、パンチホール的なモールドが増えてたりしてはおりますが、最大6枚まで収納可能のギミックなんかは変わっておらず、基本のねこのセットを2つ買うと、まあセット版でも売ってるんですが、あっち買っても内容物変わりませんからね。6枚全部収納可能で、満タンでも別に重さそんな変わんないですね。ただベース部分の形状が変わってないってことで、ここに去年の戦隊ギアをセットすることもいけますし、全然問題なし。ただこれね、去年同様にロックしませんので、蓋ちゃんと閉まってないと落下の可能性とかはありますね。あとは、去年の前回バックル持ってるんだけどっていう人は、まさかの流用可能です。問題なくアバタロギアはめることができますね。ゼンカイジャーだけ残してオープンすれば第1話再現みたいなことができます。そしてこっちには4枚のアバタロギアが付属してて、フルカラーでキャラクター絵柄が表現されてて、後ろ側はおもちゃと連結用のジョイントになってて、ここに B がありますから、これがデラックスの照明ね。で、オニシスターからの、はい、キジブラザー、2メーター超えの長身メンバーってことでしたが、CG のみではなくて、スーツも存在しているのが良かったですよね。はい、犬ブラザー、かわいいな、結構、柴犬要素が強いのかな。口とかまんまワンちゃん。まあでも、キジブラザーでもくちばしだし、オニシスターとかは牙になってますもんね。あと角生えてるし。完全にゴリラに見えますが、サルブラザーで、だいぶごついですよね、スーツの見た目も。じゃあそのままドンブラスターに付属のアバタローギアは、ゼンカイジャーはそのまま、ゼンカイザーのバーストアップになって、
ててレジェンドであっても裏側クレストなんかは入ってませんね。そしてドン桃太郎、大きなサングラスが桃の葉っぱみたいな形になりつつ桃があって、口周りのデザインとかはヒーロー前としてますが、ちょんまげがあったり和風要素全開。そしてドンブラスター本体、早速去年のギアトリンガーとの比較ですが、サイズほんと変わんないですよね。ただ前にあったグリップがなくなって、今回は手前のグリップのみですが、去年はギアを上から入れてレバーをくるくる回すとギア読み込みだったんだけど、今年はギアを横に入れてこのディスク部分を回転することで読み込みと。ただ上側に赤外線操縦芯が増えてますので、ギミックはもう一個増設されてますね。ただ読み込めるギアが64種類もさらに増えてますからね。はい、全体ぐるっと見回すとこうで、電源オンオフ、スピーカー、回転ディスク部分、ここと連動してギアトリンガーと同じ認識スイッチがありますので、ここが押されることで本体認識、あとは重厚部分がディスク回転と同時に連動して前後に動きます。発光ギミックは今回なくて鳴るのみ。押せるスイッチはここのトリガーと上側の必殺スイッチで、必殺スイッチの中にもう一個赤外線操縦芯があって、ここがリバイスアイテムっぽいね。横から見ると明らかに何か増設できそうな溝があるので、上にガチャってはめるアイテムが今後出る予感。あとはアバタロギアをはめると爪が出てきてガチッとロックされてますから、横側にセットされてても全くブレることもありませんし、落ちることもないんだけど、ここのロック解除レバーを引くことでポーンと射出されて、まあ、優しく外すこともできます。そしてここに船体ギアもセット可能で、ガチッとロックして読み込みも OK と。ギアトリンガーにもアバタローギアははまりますが、読み込みも可能なんだけど、64種類分音声が多くなってるので読み込めないギアも多いみたいですね。では音声遊びましょう。現状何ができるかっていうと、通常変身とレジェンド変身、通常攻撃と必殺技が2種、あとは4月にザングラソードが発売されれば赤外線操縦芯のギアに連動した固有必殺発動なんかもできますね。では電源オン。トリガーを引くと射撃、1種類の電子音、あとは長押しで連射。離すと爆発音で、この辺はドン桃太郎が第1話で披露してましたね。で、連射を押しっぱなしにすると15秒で連射が終わって爆発音。あとはこの状態でギアディスクを回してもパーツは稼働しますが何も音はなりませんね。では変身遊びのアバターチェンジいきましょう。まずはドン桃太郎。手順としてはアバタローギアをセットしてギアディスクを回転して待機音が鳴ったらトリガー。いきます、アバターチェンジ。日本一で、対響も含めてバリバリの和風サウンドが鳴りつつ、レッドのドン桃太郎に変身完了と。このセリフがキャラごとに全部変わるんすよ。メインメンバー系は。で、変身後トリガーを引くと、特にサウンドは変わらず、連射音とかも鳴ります。で、必殺は2種類で、上の必殺ボタンを押してトリガーと、押してからディスクを回転したからのトリガー。まずは必殺1。パーリータイムでドン桃太郎で、スクラッチ音が鳴ってますが気にせずトリガー。はい、ドンブラコーで爆発音で、これで必殺技1で、もう一種類。
よー、ドンブラコーで、一応超必殺技的なサウンドになるのかな。これで2種類。和風テイストのまま、パーリータイムとか、陽気なセリフになりますよね。で、一回転で、太極拳が発動して、ちなみに、この必殺技2を2回目鳴らすと、めでたし、めでたしまで、セリフが長くなります。ヘイカモーンでテンポアップしますが、こっから、ディスク回転しても何もなりませんね。めでたし、めでたし。これが追加サウンド。でも、待機音とかも含めて、童謡ベースになってるのすごいよね。ほら。桃太郎さん、桃太郎さん。ドンブラコー、ドンブラコーで、サイケな感じ。じゃあ、他のギアも使って、同じドンブラスターに同梱されてる、ゼンカイジャー。遊び方は何ら変わりませんね。大先輩が、ちょっとなまって、デー先輩、デー先輩だって。よ、秘密のパワーでちゃんと変身音もなりますね。第1話で披露されてましたよね。ただここで攻撃音が変わるとかそういうのはないし、必殺音もドンブラコーから変わりませんね。必殺耐久音も変化なし。なので、あくまで、ギア遊びは、変身音とか待機音で差別化されてるってわけね。じゃあ、鬼シスター行きましょう。アバターチェンジ。はい、福は内、鬼は内。よ、日本一だったのが、よ、鬼に金棒で、太極拳からいろいろと変わってるよね。そして変身系とはいえ、呪力音変わりませんし、必殺音も、変化なしと。ここちょっと寂しいかな。キジブラザー。君も戦士なんでしょう。アバターチェンジ。トリッキー、トリッキー。大気音から変身直後まで全部トリッキー。キジで鳥だけにね。さらに犬ブラザー。
ワンダフル、ワンダフル。いや、ワンダフル、犬ブラザー。せめて編集音以外のこの必殺音が、ワンダフルとか言ってくれればいいんだけどな。変わんないもんね、やっぱ。じゃあ5人メンバー最後は、サルブラザー。アバターチェンジ。ウッキウキウキウキ。サルブラザーよ、ムッキムキ。ウッキウキムッキムキなのか、ちょっともう一回聞きたい。ウッキウキウキウキだよね、やっぱ。サルブラザーって感じの連動音声でございます。よっ、ムッキムキ。意外と音声が変わるところが変身周りのみって感じで、収録音声めちゃくちゃ多いけど割とシンプルかな。ただ1年間頑張って集めてきた戦隊ギアに対応してますから、ゴレンジャーとかで、先輩で、先輩よ、秘密戦隊で個別変身音なりませんが、ちゃんと固有音声は発動と。なのでゴーカイジャー以降っていうと、僕の好きな恐竜ジャーとかもこの中のサウンドが鳴るってことですよね。おー、なかなかいい。ファイヤーって言いたくなる。推し戦隊のニンニンジャーとか。バリバリ忍者一番刀じゃん。でもやっぱヒーローアイテムって言うと赤黄とかは使われがちなんだな。いや、レジェンドサウンドなるのめちゃくちゃいいね。ある程度ギアトリンガーにも対応ってことで、ゼンカイジャーかのギアを入れると、アバターのギア入れると45番。全カイザーで変身系ギアか。ヒーロー、スーパー全カイザー、大全カイ。っていう風に遊べるんだけど、裏側にはセット負荷なんで、そもそも蓋が閉まんないと。じゃあ、アバタロー系がどうなるかっていうと、ほら。読み込まないとこうなるんだ。始まんない、そもそも変身音が。ほら、待機音は鳴りますけど、ドゥドゥルンドゥン、ドゥドゥンで終わりですね。放送前に発売したアバタローギア形状の、この2つのアバタローギアも鳴らしてみましょう。まずは46番、ドンモモタロウ。
アライドンサウンドってことか。いざマイルだってよ、日本一じゃない。ちゃんと変えてくるんだ。さらにアバタロギア形状のゼンカイジャー、ゼンカイザー。機械戦隊で、こっちが秘密のパワーでしたから、連動音声変わってますね。ってことで、アバタロー戦隊ドンブラザーズのメインメンバー5人が使うデラックスドンブラスター紹介しました。大まかな遊び方としては、ギアトリンガーをまんま継承してて、ギアをセットする回転、トリガーで連動音声発動みたいな。なので非常にとっつきやすいですが、セットした際に今回は、キャラクター絵柄が正面に来るのが、なかなかね、派手さがあっていいし、ゴーカイジャー以降は先輩編仕様がなるっていう豪華仕様でしたね。ここから、追加デラックス玩具は赤外線操縦心連動ありきのおもちゃが発売しますよってことで、リバイス同様におもちゃ発売をしていくと遊びの幅が広がる仕様っぽいので、武器系だけじゃなくってロボ連動とかそういうのをしてくれたら面白いですよね。以上、アバタロー戦隊ドンブラザーズデラックスドンブラスターとドンブラバックルの紹介でした。